スローの力か。うわパワーゲーザー。お、ははは、おやるじゃないか。ゴルドン、これで先に進めるな。フェロー、助けるためなら俺何でもする。だからダイヤモンドを絶対見つけてくれ。けどよ、大丈夫なのか。この穴ずいぶん深そうだぞ。それに下からすごい熱気を感じるぞ。あはは、大丈夫だ。俺たちには風のマントがあるからな。穴に飛び込んですぐマントを開けばゆっくり降りていけるはずだ。行こうぜ、フルコ。ああ、だいぶ、すげえ深いけど。シロー早いし。大丈夫か、フルコ。それにしても面白そうなところに出たな。これはマグマってやつか。どうやらこの熱はいろんなものを燃やしてしまうらしい。風のマントもダメみたいだな。ダイヤモンドはきっとこの先だ。ひとまず置いてある明かりに沿って進んでみようぜ。置いてある明かりに沿って進んでみようぜ。なんか、うわ。これさ。マグマ岩ね。それ前あったもんね、これ。いや、もう行っちゃおう。これなんの？ヒートギズモとかいるし、メーダもいる。なんだなんだ、残っちゃう。ヒートギズモこれ。まずいまずいまずい。あそこの岩には簡単には飛び移れなさそうだ。どうする、フルコ。足場作るのも面倒だ。俺たちが渡るときだけでマグマを冷やせればいいんだけどな。ああ、なるほどね。あるよね。なんで今出なかったんだろう。ですよね。とりあえずここまで来れんね。まだ長そうだけどね、一気にちょっとボス戦ですよね。やっちゃいたいので。あ、でっかいのいるメーダーロード。まず繋げてみよう。よしよし。
じゃん。トロッコつないでいくのか。やっぱそういう話か。お、なんだ、あ、変わり身だこれ。まだあんの？うわ、フレームもいる。うわ、火炎部下でもいる。戦いたいな、これ。ベストで。あれは普通の攻撃じゃない。水じゃね。またあんのかい。炎の聖堂。あ、あいつらだ。お、なんだこの建物は。ひょっとしてこれが前に誰かが行きやがった聖堂ってやつか。それにしてもなんだか不思議な場所だ。懐かしいような落ち着くような妙な気分だぜ。もう邪神像だ。ん？ウルコ、奥に魔物がいるぜ。じゃあ行くか。おう、まさか人間たちがこのようなところまで来るとは。そうか、そなた地上で物を作ってる連中の仲間だな。住人が愛し、何より輝いていたものはメドーサボール様が石にしたはず。そなたたちにまだ希望を捨てられんのか。よかろう、では我々が直々に絶望を与えてくれよう。うわ、ドラゴン来た。炎吹いてくからね。あ、まったん言わしの方がいいけどね。そうも言ってらんないから。ドラゴンキラーかドラゴンダイナメージって与えられてる。なんか落とした本みたいな。よし。おのれ口押しや、まさか我々が負けるとは。しかし面白い。そなたたちはどうやらこの世界とは別の。ククグ、どうやらそなたには恐ろしくも素晴らしい運命があるようだ。
運命に身を委ねよ、さすればそなたは救われる。工夫。もう最初見てた人らだね。破壊の神よ。ん？破壊神指導よ。この声はあの時のあなたを崇める悪しき魔物たちを打ち倒したのですね。素晴らしい破壊神の名にふさわしい働きです。何度も言わせるな、俺は破壊神なんかじゃない。人も魔物も神ですら運命からは逃れられません。あなたが破壊の神であることも定められた運命。破壊の神よ、あなたは滅びゆく世界を救う希望なのです。まったく何なんだこの声は。大丈夫だフルコ、心配するな。よし、早くダイヤモンドを見つけてあいつらのところに戻るぞ。この辺りで一度山彦の笛を吹いてみる。反応がある岩の壁を掘ってみろよな。そうだね、それも大事だけどね。この像とかも、あれか、あのやばいやばいやつだ。持って帰りたいやつだ。ダメか、壊せないか。この奥？どっかが行けるとかそういうパターンじゃないだろうな。またそういうパターンかもしれない今更だけど一生懸命あの溶岩の滝をどうにかしようとしてたけど、これ普通に行けんのかな。わちょっと勘弁して。それはの裏に来たんだけど、こっちから反響してるよね。
見っけた見っけた、うわありましたこれはね、この小足の方がいけると思う。やったった、ダイヤモンド。まあ、あの滝はね、横から行った方がいいんかな。多分行ける、正規ルートってあんのか、これ。おお、そのキラキラしたのがダイヤモンドか。ようやく見つけたな。その石、強い力を感じるぜ。ひょっとしたら特別な武器も作れるかもしれないな。ダイヤモンドは10個持ってこいって言ってたぜ。ハンマーでたくさん取っておけよな。そうだけど、ちょっとレベルも上げたいよね。どっちみちここ終わったらもう終わりでしょ。お、三日神の小手。あ、これ跳ね返せるんじゃない。でも、その嬉しそうな顔、言ってみろよ。何をひらめいたんだ。小手なんだ。お、ゴールドに装備させる三日神の小手をひらめいたのか。それがあれば、メドーサボールの石化攻撃も防げるわけだ。偉いぞ、フルコ。それであの、古いやつか。ダイヤモンドも十分集まった。早くあいつらのところに戻ろうぜ。これしかないの。新しいの作れるかもしれないぜ。10個しかないんだ、マジで。でもなんか探したらありそうだけどね。あんま深追いしても良くないんかな。ここにありますね。よし、とりあえず、まあ、拠点行ってイベント進めて、まあ、本当に次は戦いなんでしたら、まあそこまででしょうね。案外長かったんでね、1回でやろうと思ったんですけど。これミカ、あ、これも作れんね。いや、作っとくか、いっか。バニー。ミカ神の小手。やっぱ古びた構成結構使うんだ。まあ、話してから作るのかな、これまた。先やっちゃったけど。これを装備しないとダメなんだろうね。お、ちょっと待った。あ、古子さん、ダイヤモンドを見つけてくれたんですね。キャー。すごいわ、すごいわ、フルコ。私が探し求めてたお宝を見つけてきちゃうなんて。その輝き、この代わり、ああ、なんて素晴らしい宝石なのかしら。そのダイヤモンドはゴルドン酒場の最後の仕上げに使うんでしたよね。では我々が最後の設計図を完成させてしまいます。それまで少しお待ちください。先に装備品作っちゃったけど。まあ、仕上げにだからね。レベル上げたいよね。だって、99% ですね。1904個中1903個。皆さん探しなのはこれかい？銅のジョッキかい？自分持ってますね。これをどこに置くんだ？上の、ここか。じゃあ完成しましょう。置く。はい。最後は自分の手で。隠してましたね。ダッハッハ、フルコ、ひとまずゴルドン酒場の設計図が完成したな。完成はめでたいし、今すぐ仕上げに入ってほしい。だがしかしその前に。聞いたぜ、ダイヤモンドを手に入れて三日神の小手をひらめいたって。しかしそいつはゴルドン用の装備品らしいじゃねえか。まったくビルダーってのはどこまでもすごいな。それがあればメドーサボルトも戦えるぞ。こいつは俺が渡しておいた古びた鉱石の出番が来たみたいだ。戦いの前に三日神の小手を作ってくれ。三河編の小手はダイヤモンド、金の妹、そして古びた鉱石で作れるんだよな。完成したら早速ゴルドに装備させてやってくれ。装備させよう。おお、フルコ、それ三河編の小手か。俺のために作ってくれたんだな。ありがとう。これでペロのために戦える。早速俺に渡してくれ。これ渡したら先進まないよ。よし、それじゃあいつものように思いっきり来い。え、また変わんの？ミラーゴーレムみたいになるの？え、マジで？お、なんだこれ？やべ、ゴールドマンとシールドが混ざっちゃった。三河院の固定装備できた。これで石化攻撃防げる。これでメドーサボルト戦える。すげえ。フルコ、やっぱりものづくり。昔の島の人たち、成功を夢見て鉱石を追った。けど、鉱石が欲望と争いうんだ。でも、
俺人間信じる。人間夢見ないダメ。人間物作らないダメ。メドサボール倒せばきっとペロの石が解けるはずだ。その時来たら頼むぞ。その時来たら頼むぞ。お、まだなんだ依頼なんだか。ボルドンのやつバッチリ見かけのことを装備できたな。これでメドサボールとも戦えるぞ。メドサボールがゴルドンから奪った力を取り返せれば島にゴールドラッシュが戻るだろう。メドサボールは教団から派遣された島、この島の総督だ。奴を倒すことが島の解放にもつながるぜ。ところでだ、設計図は全て完成したはずだが何か足りない気がするのは俺だけか。ダハハしてるぜフルコ。お前さんのことだ。何かとっておきを考えてんだろ。さあさあもったいつけず早いとこゴルドン酒場を完成させてくれ。この島とペロを救うためにな。なんだそれで、ゴルドンヘッド、金とダイヤモンドで再現したゴールドマンの頭部。ルコさん、ビルダーたるあなたのお導きでついに最後の設計図も組み上がりました。しかし私だって気がついてますよ。酒場の完成にはまだ何かが足りないと。さあさあ教えてください。最後に何を作るおつもりなんです。ああなんとゴールドンヘッドをてっぺんに取り付けて酒場の象徴にするですか。なるほど、そのためにダイヤモンドを必要とされていたんですね。ではフルコさん、ゴールドヘッドを作ってください。酒場の完成です。ゴールドヘッドを作って目印の場所に取り付けてください。よし、すげえもん作らせんね全部ね。あった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 。これをすげえダイヤモンドになってる目がマジか。これをどこにつけんだ。上つけた瞬間戦いなんないよねこれね。今回はちょっとここで一旦終えたいんですけど、すげえこれよくこんなん考えつくな。あ落ちちゃった。すげえすげえ。あそのためのゴールドマンか。あよくできました。ふるこさん、ついに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 ゴールドン酒場が完成しましたね。ついに1個少なかったね。さて来んのか敵が。おーすげえ、まばゆい光だ。目がくらむので注意ね。これ頭8個作ってヤマタのゴールドマンとか作ってみるか。この酒場なんだか俺に似てる。そうか、これは鉱山の守り神であるゴルドンさんに似せたバーなんですね。まさにゴルドン酒場だ。う、これはメドサボールも黙っちゃいられないでしょうね。血相を変えて地下から飛び出してくるわ。そして襲ってきたところをみんなでぶっ飛ばせばゴルドンの力も戻ってペロの石化を解いてやれるわけだな。フルコさん、お恥ずかしながら今まで私は魔物が来ても怖くて逃げ回っていました。しかしこれからは私も戦います。誰あろう、娘のペロを助けるためなら命など惜しくはありません。ペロちゃんのためだもの、私も魔物と戦うよ。おばさんもう逃げないわ。おいらも戦うぞ。おいら魔物恐怖症だけど、ペロを助けるためなら何でもするぞ。フィアンスであるペロを助けるためだ。俺も筋肉なんか捨てる覚悟だぜ。僕もやります。マイスイートハニー、ペロさんを助けるために。あはは、お前たちいい姿勢じゃねえか。ペロのためにみんなで暴れようぜ。よし、で、あとは指導がなんかあの武器のマークとか出て、ね、そうだよね。で、また、軍勢が攻めてくんじゃないかな。うごごごご、みんな敵の気配だ。戦闘と、あ、やっぱね。ってことは、まあ、それも大事だけど、ちょっといろいろ回ってみよう。やはり発見。これはどこだ？ここですね。まあ、船着き場近く。まあ、最初の方に行っても、まあ、見つけられはするんでしょうね、これもね。こういうの多分いいの持ってると思いますんで。レベルも上がるでしょうしね、戦ってればね。
ノーダメージ。何ひらめくんだ。お、やっぱドラゴンメール。ああ、やっぱあった。鱗とか取ったもんね、今ね。じゃあ作れるね、鎧。あ、なんだここ。ここなんだろう。来たことある場所これ。あ、あるかもね、ここはね。ね、何か見つけましたね。場所的にここですね。これは、ああ、また引き寄せるやつか。OK でしょ。まだなんか多分いるね。シールドとか作りたいもん、絶対。あとレベル最高にしたら、なんか覚えると思うんだけどね。覚えるっていうか、まあ、ひらめくっていうかね。はい、発見。ここですね。下の方。なんかいっぱいあるんだけど。これなんなん？あ、あ、わかった。青い、あ、これと同じようにするんだ。なんかぶっ壊しちゃったけどいいのかな。あ、あ、なるほど。あ、そのためのあっちの島ね。見つけました。あといないよな。これは、あ、水が邪魔してるやつか。一通り集めたかな。もうまだいっぱい探せばあるでしょうけどね。世界隅々回れば。あ、今回結構時間使ってしまったんで、再びなんかありましたね。地図の、もう左上ですね。右上もなんかありそうだけどね。広いな、しかし。これは？これはなんだ？ああ、ああ。でしょ？まあ、なんだろう、一瞬で、ね、なんだろうと思うけどね、よく見たら分かりますね、これもね。ここに、なんか宝ありましたね、今回ってたんですけど。あ、命の木の実だ。100超えましたね、HP。あれはなんだろう。なんか見つけましたけどね。はてな。ここ来てないな、右上。ここなんな？なんかまだいそうだな、なんか。トロッコ？トロッコ？
どういうことだそれ。全然関係ないし、ここすげえ迷った。今あそこやっても何もないし、飛んでいけばいいんだよね。やっぱ生き逃してるとこあるよね、こうやってね。まあところどころ多分今まであったんでしょうけどね。おおい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 、あでもこれレベル上がっかも。もうちょっとやばいそうだな。あなたの宝とか取ればいいの。あ、また違うところこれ。え、こんなくらいしか曲がんねえの。えい、なんだ鉄の剣5本。発裂。なんでピラミッドにこんなんだ。あ、メタルが、メタルギョいた。いだ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 。さあさあさあ、逃げんな逃げんなマジで。よし、やっと上がった。かなり大変ですね。もうなんだ。お、鉄の盾、これだけ作っちゃうもん。あとはもういいや。20まではちょっときつい。戦ったら上がるんじゃないかな、次攻めてきた時。あー、かなりやった。結構格闘してますけどね。うわ、竜の鱗使っちゃったし、まあいいや、もうないわ。使っちゃったね、これね。42だって炎と氷のダメージを減らす。42だからあんま変わんないけど、鉄の鎧とね。うん、まあ属性防御あるからいいけど、これ作っちゃうか。ムヤみたいにドラゴンキラー作んなきゃよかったね。よし。いや、ちょっと待てよ。鉄の盾作るって言ったけど、鉄の盾よりこっち強いじゃん。うん、そうだね。よし。ということで、まあ次回、まあ、ボス戦ですね。まあ、ドラゴンメールも欲しかったけど、材料がないんで、まあ、むやみやたらにね、ドラゴンキラー、まあ全員が装備してるけどね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。